福岡県では昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに5,025人確認されました。7日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。福岡県によりますと、昨日の新規感染者5,025人の内訳は、福岡市1,385人、北九州市739人、久留米市360人。 県が管轄する地域2418人などとなっています1日あたりの新規感染者数は前の週の同じ曜日と比べて2185人増えました90代以上の男女2人の死亡が確認されています最新の病床使用率は41.4%で前の日から1.4ポイント上がっています 重症病床使用率は0.5ポイント上がり1.8%でした佐賀県では新たに1097人の新型コロナ感染と1人の死亡が確認されています